ちゃん、ずっと足元を気にしてるみたいだけど、どうしたの？あ、気づいちゃった？実は、スタジオまで白線からはみ出さないように行けたら、私たちがプロデビューできるっていう願掛けをしてるの。それ、小さい頃にも駄菓子屋行くときに同じようなのやってなかった？お菓子のおまけで欲しいやつが出るようにってやってたやってた。あの時はそれで欲しいおまけちゃんと当てたよ。だからこの願掛けは結構効果が。え、うわー、歩道に車が止まってる。ああ、スタジオまであともうちょっとだったけど、これじゃあ白線の上は歩けないね。そんな、私たちのプロデビューか。いや、こんなことでダメになったりしないから。ねえ、その願掛けって、サキが足をつかなければ白線から出てもセーフだよね。だったら、私がおんぶしようか。それなら、足をつかずに車を避けられるよ。またそうやってサキを甘やかすんだから。いちか、ギターケース貸して、持つから。しほちゃんも、そうやってよく甘やかしちゃうよね。別に、変に怪我とかされても困るから。じゃあ、そういうことにしておこっか。